はい、どうも、こんにちは、たける番組です。初めて見る方、はじめまして。たける番組のたけると申します。まあ、2ヶ月ぶりかな、動画上げるの。どういうわけなんですね。どういうわけなんですねって。というわけでですね、今回は、ドラえもんの家に電話してみたいと思います。なんかね、YouTube でも真似になってたんで、ちょっとだけ。ちょっとだけですよ。ちょっと電話してみます。あ、のび。僕の名前はドラえもん。あ、こんにちは、ドラえもんさん。君の名前を教えてくれる？たける番組のたけるです。大きな声で名前を言うんだよ。原たける。せーの。原たけるです。とっても素敵な声だね。君は将来アナウンサーになるかもしれないな。本当はなりたくないけどね。今日は YouTube で話題になってたから。パパ、聞秘けよ。密道具を出してほしいんでしょ？え？ どこちでげえもドアによ。YouTube で話題になってたから。暗記版、ビッグライト、なんでもいい。いろいろあるよ。君が欲しい秘密道具の名前を大きな声で言ってみて。せーの。遺伝子のくさび。遺伝子のくさびって言ってるから、クレーム出せよ。もう戒めのツボでもいいだろ、そんなもん。だってフーパンもさ、こいつ何なんだよ。まあそれ便利だけどさ、もうカンニングじゃん。人の話聞けよ。はい？ちゃうやろ。伸びたじゃん。もうバカじゃねえの？こんなものを暗記するなんて、どほほほ。もう0点取りすぎだな、あいつ。ねえ。秘密道具で遊ぶのはこれくらいにして、顔バレてんぞ。今日はのび太くんからあることを頼まれているんだ。のび太くん？え？何のことかって？地獄の話。ちょうどみんなが集まっているから、話を聞くといいやん。もう勝手に遊んでる時にみんな。のび太くん、しずかちゃん、ジャイアン、スネア、もちろん僕でもいいや。俺の言いたいことは、5人の中からまあお話ししたい人の名前を大きな声で言ってね。誰とお話がしたい？はずいわ。せーの。のび太くん。はじめまして。ほんまやほんまやほんまや出た。あらたけの番組、たける番組のたける番組です。うん、こっちも嬉しいよ。ご紹介をするね。好きなものはあやとりと漫画、それに昼寝。え、俺スマブラ。この昼寝に関してブロリー。クイズを出してあげる。え、いくよ。問題。はい。どこでもすぐに寝られる僕だけど、何秒あれば眠ることができるでしょうか。知らん。どちらが正解か番号で答えてね。10秒以内が1番、1秒以内が2番だよ。せーの。1番。なあ、はあ、おかしいだろ。1秒以内でした。早い。おー、すごいでしょ。全然すごくねえよ。短いな、お前。最近その昼寝がなかなかできなくて困ってるんだ。もう、よかったな。だからここだけの話、僕は家出をすること
かんやん。映画なんでいたばらししとるやん。のことは絶対に内緒だよ。は？君だから教えたんだからね。YouTube でみんな聞いてるからね。はーい、みんな。YouTube でみんな聞いてるからね。電話はこの辺で終わりにして、そろそろ行こうか。行き先は7万年前の日本。日本。楽しみだな。どんな世界なのかしら。100年前にしろぜ。ワクワクするぜ。ちょっぴり怖いけど。怖いのかよ。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。はい。そして僕らが7万年前の日本でどんな冒険をするのか、その様子は現在公開中の映画ドラえもん新のび太の日本誕生を見に来ればわかるから、劇場にぜひ遊びに来てね。不思議な動物も出てくるし、強敵ギガゾンビとの対決もワクワクすること間違いなし。敵キャラの名前言っとるやん。はい、というわけでございました。この動画がもしよければグッドボタン、止まらなければ低く低評価よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。撮影終了後、このボタンの方じゃ低く低評価、うん、そうやな。でもそれで言った方がいい。どこまで進んだ？レベル、雪目の子がレベルが9000。9000なわけねえじゃん。そうだよ、69。